設備じゃの。こりゃ腕が鳴るわい。ここか。あのケージにアニマの器が収められてるはずよ。はい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 、入った。すごい。見ろよ、こいつはシメオンだ。ディナやゼブルンの名前もある。アニマの器が格納されているケージはシメオン、ディナ、ゼブルン、ルベン、レビ、イサカル、ガド、ヨセフ、ダン、ナフタリ、ユダの11機。うち ES として稼働可能状態にあるものは3機です。アシェルのケージは空の状態で放置されています。ちょっと待ってよ、どういうこと？ベクターで開発された機体がなんでここにあるの？先ほどのマーグリスの言葉通り、ここの兵器管理をしているハイアムズ社のハインラインとベクターのビルヘルム、両者の間でアニマの器に関する何かしらの取引がなされていたのかもしれませんね。武器商人たちが裏でつながっているなんてありふれていて、ゴシップ記事にもなりはしないでしょう。メンツとか利益とか、そんなものに意味がなくなるほど重要なものってことか。何をごちゃごちゃ言っとる。各自 ES の準備、それぞれのカーゴの前に転送させるんじゃ。スコット君、アニマの器を取り出してくれ。はい、博士。